10年前、三田市の湖でコンクリートの塊から人骨が見つかった事件で、兵庫県警は今日、JR 三田駅前でビラを配り、情報提供を呼びかけました。この事件は2011年2月、三田市の洗浄事故でコンクリート詰めにされた人骨が見つかったものです。警察が死体遺棄事件として頭蓋骨をもとに被害者の顔を復元し、写真を作って公開するなどして捜査していますが、被害者の特定には至っていません。これまでに183件の情報が集まったものの、その数は年々減少し、去年は11件にとどまっていて、JR 三田駅前では今日、警察官11人が情報提供を呼びかけるビラ400枚を配りました。被害者は年齢が30代から40代の男性で、身長が145センチから165センチくらいだということです。似ているとかですね、そういう些細な情報でも良いので、情報をいただきたいということを、ビラ配りをしながらお伝えさせていただいています。三田警察署は079-563-0110まで情報提供を呼びかけています。